皆さんこんばんは、バイオリニストハンスジンです。お会いして嬉しいです。このように貴重な恵みの場に招待していただき本当に感謝します。実はインタビューとか、舞台で曲の説明ぐらいはしたんですけれども、このように1時間ぐらい楽器は持たずに一人でこのように皆さんの前で何か言うのは初めてなので、私は正直そのバイオリンに私の代わりに何か言ってくれって言いたいんですけれども、実は11月にすでにその障害の連絡が来ました。でもスケジュールがもうぎっしりだったので来年にしますと言いたかったんですが、で私の親戚のおじさんであるテナイーヨン執事の動画を見ました。でその証を聞いて、そのおじさんから直接聞いた話だったにもかかわらず、もう本当に大きな恵みを受けたので、今年のダニエル祈祷会でぜひ皆様にお会いしたいと思って、まあ、神様からその思いを与えていただいて、まあ、私のそのおじさんのようにドラマチックな、まあ、出来事が私の人生にはあまりなかったので、何を言うのがいいのかと悩んだんですが、そのおじさんが、まあ、本当に人生で直接経験した出来事を、まあ、淡々と語るだけでいいということで、皆様の前で、そして神様の御前でも、神様から愛されたその私の経験を分かち合いながら、まあ、ぜひ皆様にも恵みが豊かにあることを祝福します。私は1986年7月22日海の都市韓国プサンで生まれました。その当時私の親は大学院の課程が終わったので、母方のおばさんの家で時間を過ごしたので、私がその私の祖母をお母さんだと勘違いしていたそうです。でその祖母の家の前に海があったので、私が初めて言った言葉が母と父の後で、一番初めに言った言葉が海だったそうです。その時神様がすでに私と音楽の絆を予想されていたのか、私の1歳の誕生日の時に、まあ、左手ではバイオリンをと右手では剣を握ったそうですね。2歳の時に父が留学に行ったので、まあ、家族みんなでイギリスに行きました。私の父は海洋生物を専攻しました。で父の大学はリバープール大学だったんですけれども、その大学の海洋生物学科がマントーというところにありました。マントーはノータンアイランドとリバープールの間にある島なんですけれども、でそこで私の家族みんなで、教会どこの教会に行けばいいのかと悩みました。でそこに小さな町があったんですけれども、ポートエリというところに小さなメソジスト教会がありました。でそこの牧師先生があまりにも優しい方で良い方だったので、私たちの家族の世話をよくしてくださいました。で牧師夫人が教わる手術学校に私も通いましたが、その牧師先生の娘だったその右側の青いドレスを着ている人なんですけれども、名前がジャネットで、ジャネットの膝の上に座ってメッセージを聞いたりしました。で手術学校で私に聖書暗唱、みんなで聖書暗唱をしたりしたんですけれども、私が生まれて初めて暗唱したのがヨハネの福音書、3章16節で、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
で、私3歳だったので、それが不思議だったのが、牧師先生がメッセージを語るときに縁談に私を抱いて上がって、まあ、英語と韓国語を1回ずつ暗唱する暗唱をさせました。で、伝道集会の時にも祖母からもらった色とりどりのチマジョゴリを言って、まあ、人々の前で聖書を暗唱した記憶を持っています。で、満島での、まあ、生活は本当に良かったんですけれども、その中でも私の周りが全部自然豊かなところだったので、それが私に本当に大きな祝福だったと思います。で、朝起きるとき、まあ、鳩がポッポ歌うその声を聞いて目覚めました。で、私もポッポと真似しながら、ポッポって本当にユニークな声ですよね。それで父が後には、あなたが鳩よりもっと鳩のように鳴くねって言ったりしました。と、しかもハリネズミもあったんですけれども、まあ、冬だったんですが、ドアを開けて外を出ると、なんか煙が出ていました。で、これなんだろうと思ったら、ハリネズミがそこにいました。で、ハリネズミの体温が高いので、そこから煙が出ていたのです。で、可愛いからそれ触りたいと思ったんですけれども、まあ、父が気をつけてって言われた、その記憶もあります。まあ、些細なことかもしれませんが、私にとって本当に大事な思い出になりました。で、何より私が愛する海、プサンの時から本当に愛していたその海なんですが、やっぱり満島に行くと、もっと大きな海を経験することができました。で、輝くて、まあ、落ち着いている海もあったんですけれども、嵐がある時には本当に怖い顔している海を見たりしました。で、いろんな海の姿を見ながら、私の中にその海が溶け込んできたと思います。で、私の音楽にも大きな影響がありました。で、ある出来事があったんですが、韓国の最高の評論家、の先生が私の演奏を聞いて、演奏から深い海が感じられるということがありました。で、私もびっくりして、その先生に私の幼い頃の話をしていたら、それでなのかと理解した顔になりました。で、神様が満島で私に想像力、そしてまあ、アイデアなどのリソースを与えてくださったのではないかと思います。で、これは実は私の意思というよりは、私と計画とも関係なく、本当に神様のご計画の中で私にこういうことを与えてくださったと思います。で、父に関する証をしたいと思います。もともと父はイギリスではなく、アメリカのテキサス州の大学に行きたかったそうです。で、そこに応募をして、まあ、入学の許可を待っていたんですけれども、ある本で、まあ、の名前を見たイギリスの教授に連絡をしたそうです。でも、想像以上に早いスピードでその回答が来て、まあ、船便を通じて荷物も送って、飛行機のチケットとも買っといた状態だったんですけれども、アメリカのテキサス州にある大学からフルスコラシップで行ってほしいと返事が来たそうです。なので、まあ、全ての準備が終わって、まあ、イギリスに行ったんですけれども、後で聞いたら、まあ、漢方 の, お医者先生が、乾燥しているところに行くと健康に非常に悪いということで、本当にこれも神様の導きだと思いました。本当に神様は私の家族に大きな恵みを与えてくださったと思いました。で、イギリスの満島にいて4歳の時に学校に入りました。そこで字を並んだりしたんですけれども、本当に楽しかったんです、その勉強するということが。なので、30分40分ぐらいかかる図書館に母と手をつないで行って、図書館で本を読んで、
まあ、読み切れなかった本は借りてきて、まあ、家でそれを繰り返し読んで、まあ、その本のその結末の後にはどういうことが起きたのかと想像したりしました。なのでまあ学校でアルファベットを勉強したんですが、やはり母は韓国人は韓国語をしゃべるべきだということで、まあ、韓国にいる祖母に韓国語の教材を送ってくれと要請をして、まあ、家中に壁にハングルのポスターを貼いて、私を教え、教わって、私を教えてくれました。アルファベットも難しかったんですけど、私は本当にハングルの勉強が難しかったんですね。でも母は今は厳しいかもしれないが、後になるとこれは絶対役に立つと言って私を励ましながら勉強させてくれました。今思ったら本当に良い選択だったと思います。で最初は、まあ、父もそうですね、最初は絵本になった聖書を読んでくれました。聖書を読むというのも本当に大きな喜びでした。で眠る前に母と父がその聖書を読んでくれて、聖書だけでなく、まあ、母と娘で読める、まあ、信仰に関するいろんな本があって、それを読んでくれました。でその寝る前に私に本を読んでくれるその時間が私の一日で一番嬉しくて幸せな時間でした。なのでこういった親を私に許してくださった神様に本当に感謝し、神様がこの信仰の中で神様が望まれるそのメッセージを幼い頃から聞かせてくださったことに対して本当に感謝しています。で私左耳が聞こえないんですけれども、それを初めて気づいたのが学校に入ってからです。先生が親に面談要請をしたそうですね。で主人がそういう子じゃないのに宿題をしてこなかったり、準備品を持ってこなかったりしますということで、病院に連れて行ってくださいと言ったそうです。で病院に行ったら、まあ、主人の左耳は全然聞こえませんということでした。これは実は遺伝です。私の母の祖父がその障害を持っていて、私の母も左耳が聞こえないんですけれども、それは普段普通一世代おきにそれが譲ってくるので、私にはそういう障害がないと思っていたんですが、本当にびっくりしたそうです。で、まあ、天地がひっくり返るような気持ちになったそうなんですけれども、ありがたく私にその素振りを見せたり全然しなかったんです、私の親は。で私もやはり、まあ、左耳は聞こえないので、まあ、不便な、状況は結構ありました。車道を歩いていて、車が来るのを全然気づかなくて、それをぶつかる危機に陥ったこともあって、ありましたし、友達が後ろで呼んだ時にそれを無視したので、傲慢だと誤解したり、で音楽をしてて、オーケストラと共演をするときに、オーケストラの伴奏をしなければならないときがあるんですね。で私の左後ろにあるそのパートの音は全然聞こえないので、指揮者に頼るしかない状況とかもあるんですが、私は一度もなんで私に障害があるのか神様を恨んだりはしませんでした。それも親の影響だと思います。でむしろ今は本当にありがたいと思っていたんですけれども、私のその音色が特色があると言う評価を受けたりするんですけれども、私はモノではなくてステレオで聞いているので、人々と聞く方式自体が違うと思います。
で、音楽家としては自分ならではの音色を持っているのが本当に重要なんですが、神様が私の片耳をじっと閉じてくださって、このように隠れた祝福を与えてくださったと思いますので、今は本当に感謝しています。で、マントーというその島が私たちにとっては、私たち家族にとっては第二のふるさとのようなところなんですが、そのマントーで神様は私に美しいインスピレーションをいっぱい与えてくださったと思います。今もその時期が私の人生の中で一番幸せな時期ではなかったかと思います。私が生まれて初めて神様に祈ったことがあるんですが、3歳の時に私の親は神様は主人を誰よりも愛していらっしゃるとずっと言ってくれたので、私は本当に神様に会いたかったんです。神様の御顔が見たかったんですね。それであまりにもその御顔が見たくて、祈ったんですけれども、私はその祈りを録音して、韓国の祖父祖母にそれを送ろうと、今思ったらそれありえないと思うんですけれども、その3歳の私が神様の御顔を見たいので、それをぜひ見せてくださいと祈ったんですね。幼い私には本当に物理的に神様の御顔が見たいという祈りだったんですけど、15歳の時に早朝祈祷会に行って祈ったんですが、その暗闇の中で祈ったんですが、じっと考えていると私の3歳の時の祈りがもう思い出されて、その3歳の私の祈りを神様は答えてくださったんだと、小さい子供が祈るそのありえない祈りを神様は答えてくださったんだと思って、本当に涙が止まりませんでした。神様は本当に良いお方だと、私には神様の臨在が小さい出来事、その大きい出来事を通していっぱい経験できたんですけれども、本当に感謝しています。本当に このように神様についていろんなことを経験したので、神様を絶対否認できないと思いました。で、ロンドンに私が5歳半の時にロンドンに引っ越したんですが、母の学位のためにロンドンに引っ越ししました。で、ロンドンで初めて韓国人教会に通うようになりました。で、親は満島にいた時よりもうより信仰が向上したと、高まったと思います。で、私のその絵本の聖書は、字が多くなった、聖書にアップグレードされました。字がどんどん増えているのが少し残念でしたが、新しい聖書を父が買ってくれるたびに本当に嬉しかったです。今、少し母と父の結婚について話したいんですが、私の母の親戚のおじさん、先ほど申し上げたテナ・イ・ヨンフン執事のお父さんですね、その親戚のおじさんの紹介で父と会ったそうです。で、父は母に一目惚れをして、帰宅するときに、神様、この人と結婚できるのであれば私何でもやりますと祈ったそうです。しかし母は第一印象は良かった、本当に謙遜で良い人だとは思ったんですが、確信はなかったそうです。
しかし3回目のデートの時にどんな人になりたいですかと聞いたら、父はダビデより神様の心にかなう人になりたいと。でその答えを聞いて母は確信が持てたそうです。でその2人が結婚しました。で私がこの場に立っているのですね。その信仰を大事に思っていて、それを最優先している2人だったので、私にもその信仰が、そして神様がいつも共におられるというのを経験できるように、いろんな方面で努力してくださったと、努力してくれたと思います。で韓国人教会を通ってて、まあ、イースター礼拝を捧げて私の家に教会の兄弟姉妹が集って共に食事をして会話をしていたんですが、私はその日、まあ、イエス様の生涯のストーリーが盛り込まれたビデオテープを見ていたんですね。それはもうヘブル語のビデオで英語字幕だったので、よりリアルに感じられました。でその映画を見ていたら、イエス様が十字架につけられ亡くなられるシーンだったんですけれども、本当に心が痛みました。本当に悲しくて大泣きをしました。でその時父がその泣いている私を見て、私の手を握って部屋の中に入りました。なんで泣いてるの主人と父が聞いて、私が愛するイエス様、そして私を愛してくださるイエス様が十字架につけられて亡くなったことが本当に悲しいと答えましたが、父が神イエス様が十字架につけられたのは主人のせいで、その十字架を通して主人の罪が全部許され、神様の娘になったのだと言ってくれました。で本当に感謝したんですが、より悲しくなって本当に散々泣きました。その幼い私に救いに対する気づきを与えてくださった神様、その当時にももちろん感謝していましたが、後になって振り返ってみたら本当に身に余る恵みではないかと思いました。でそれは私にとって本当に大事な記憶になりました。で親もその瞬間その都度私の信仰をいつも支えてくれたので、それに対する感謝ももちろんあります。私がどんどんで大きくなっているうちに、まあ、親は勉強もそうですし、バイオリンに関してもそうですし、それを強制したりしませんでした。むしろ私のもテストの前日に一緒に映画を見に行ったり、まあ、演奏やオーディションの前の日とかに、まあ、共に動物園に行ったりしました。でむしろ創造的にリフレッシュできる経験をいっぱいさせてくれました。でもその時にはそれが当然なことだと思っていました。私の親が何か努力しているとは思っていなかったんですね。で父はまた時間がある時に私とキャッチボールをしてくれたりしました。で私は子どもの時からも用心深い性格だったので、父は私に勇気を与えようと、まあ、冬に雪が積もっている時に雪の上に横になってごらんというのです。人もいっぱいいるのに少し恥ずかしかったんですけど、勇気を出して横になってみました。でそこで、まあ、雪の上で存分に転んだりしてごらんということで、最初は少し恥ずかしかったんですが、自由に転んだりして、本当に幸せだった記憶があります。自然とどんどん
近づく、都市で生活していたにもかかわらず自然とどんどん近づける、そういう経験ができたですね。本当に大事な思い出になっています。で、私の父は、まあ、私のためにいわゆる単身赴任の生活をしていたんですが、父は信仰に関するその書籍をいっぱい読んでいましたね。なのでその本を私に送ってくれたりしました。で、まあ、父とは毎日電話をしたりしたんですが、その電話をしながらその本を読んだその感想で、まあ、自分の信仰を分かち合って、まあ、共に慰めたりしました。で、信仰的に父が、神様が自分の父、血がつながっている父よりより近い方だということを言ってくれたり、神様がどれだけ優しい方なのか、良いお方なのかを教えてくれたりしました。なのでその分かち合いを通じて神様をにより知りたいという気持ちが、気持ちになりました。で、母はいつも私と一緒にいたんですけども、母は私のお手本、ロールモデルと言えるほど、母の人生を通じてキリスト人はどういうふうに生きていくのかというのを隣でまさにずっと見てきました。何か悔しいことがあっても絶対不平不満を言いませんでした。母は全てを神様に全部委ねてやりました。で、神様に委ねて、で、人にいいことをしても相手から悪事を働かれる時もあるんですけども、時には悔しく心も痛い思いをしたと思うんですが、神様はベストを知っていらっしゃる、ご存知であると。神様が神様の御心通りされることを私は望む、神様のお許しの中で起きていることだからそれに任せるというふうにそのまま受け入れて、すべてを包み込む姿を見て、私はそういう母を見ながらもどかしい感じもしたんですが、それでもまたすごい本当に尊敬をするようになりました。母を見ながら、何て言いましょうか、すごく私たち普通の目で見ると何か愚かな感じ、知恵がないように見えるかもしれませんが、私の目に映る母は神様が喜ばれるそういうキリストの生活をしていらっしゃるという気がして、私にすごく強いインスピレーションをくれました。また私の両親はいつも、私が小さい頃からいつも私が両親に言われたのが、素晴らしい人になるよりも神様に喜ばれる人になりなさいと言いました。あとで私がバイオリンを始めていろいろ活動している時も、素晴らしいバイオリニストになる前に神様の心にかなう人になるのが、それが最も両親に喜んでもらうことであり、それが神様をあがめ、神様にその全てを捧げることが結局両親を喜ばすことであり、それが両親が私にくださった遺産であると思います。生涯ずっと掴んでいた御言葉となりました。本当に両親に感謝しています。そういう遺産をくださって、私が実は原稿をここに前に置いて話したことがないんですが、原稿通り今話してないんですけども、通訳のために原稿を準備してほしいと言われて準備はしたんですけども、通訳の皆さんに大変申し訳ございません。バイオリンと紳士に出会ったのは韓国の都市で9歳満で8歳になる直前でした。その時韓国に少し来ました。私の
祖母が私と同じぐらいの年頃の子どもたちを教えてたんですけども、すごく褒めながら愛で教えてました。私はもうすでに十分に愛されていたにもかかわらず、もっと祖母に褒められたかったみたいですね。私もそれぐらい弾けると思って祖母にバイオリンを教えてってねだったんですね。で実際バイオリン弾いてみたらすごく良かったんです。でイギリスに戻ってきてから子どもたちをすごくよく教えることで有名な先生のところに行きました。この先生がなんでそんなに有名なのか分かりました。本当に子どもたちの興味をずっと引きつけるぐらい面白く教えました。レッスンの時間も15分でした。小さい私としてはその時間がすごく大好きなんですけども、その方が言うには子どもたちは集中力が短いから、それ15分を超えると興味もなくなるし効率性も落ちるということで母にも話をしたそうです。練習を平日にするときも15分以上ならないようにしてくださいというふうに母に言いました。おかげで興味をずっと持って、後で大きくなってからは30分45分になったんですけども、本当に8ヶ月間一生懸命勉強して、それからメニューインという英才の音楽学校に入るようになりました。 UD メニューインといって伝説的なバイオリニストが設立した英才学校なんですが、入学できるとは実際思ってませんでした。っていうのは始めてから8ヶ月しか経ってなくて、もうほとんど初歩のレベルだったんですね。で、到底この学校には入れないと思ったんですけど、先生がチャレンジしてみようと言って行ったんですが、そこで準備していく曲もあるんですが、そこで楽を出してくれてパッと見てやんなきゃいけないんですね。で、準備した曲までいいんですけども、パッと見たバイオリン楽を見て弾かなきゃいけないんですけど、途中でやめてしまいました。で、あ、もうこれで終わりだ、うちに帰んなきゃ、私はこの学校と縁がないなと思ったんです。でもその監督が楽譜を見て、楽譜だけ見て、楽譜に書いてるのだけ見て、あなたがこの音を通じて何を表現したいのかざーっと見た後、楽を見た後弾いてみてごらんって言いました。で実際すぐにやってみたんですね。ざーっと楽を見て考えながらやったら、その時は途中止めないで最後まで完奏し演奏しました。でその時私は経験したんですね。演奏する時にメンタルの精神的な部分がどれだけ重要なのか、ただ物理的なものだけ重要、弾くことが重要だと思うかもしれませんが、精神的な部分がどれだけ重要なのかということをその時初めて経験しました。普通合格通知は手紙で来るんですね、イギリスは。でも母が外で待ってたんですが、その時監督が母にすぐこう言ったそうです。合格ですと。で母は、私が途中で演奏を止めたのも母は知ってたんですね。で最初、あれこの子途中演奏の途中止めたんですけどって言ったら、今の状況よりも潜在力が大きいから、ものすごい潜在力がある子だからというふうに言ってくださって、それも本当に神様の恵みです。潜在力を見ないでその状況だけ見ると、私はその学校とは全くご縁がない、入れなかったんですけども、そういうふうに神様が私を導いてくださって、その学校に入るようになりました。でその学校のデイタイムはすごくいいんですね。勉強レッスンすごく楽しかったんですが、そこがドミトリー学校でした。寄宿舎の生活、寮の生活がすごく厳しいので、私とは合わなかったんですね。で最初は本で読むようにすごい楽しいと思ったんですね、寄宿舎の生活は。で家では自由に10時まで本も読んだり人形と遊んだりできたのに、ドミトリーは8時になると消灯、もう火を消しちゃうんですね。でその後8時以降に明かりがついたり音がするとすぐ先生が来て怒るんですよ、叱られるんです。で後ではそこにトーチをつけて布団をかぶって本を読んだりしたんですね、眠れなくって。で結局後でそれが見つかって、先生に照明も取られて本も取られてしまったんですけど、そういう生活が本当に苦しくって、でその時父はもう韓国に戻ってました。韓国で職に就いて、本当は私と
母も韓国に一緒に戻ろうとしたんですけど、私がバイオリンをやることになって、結局父だけ単身になったんです。で、本当は未入院学校に入る前に寄宿舎に私は入るから、で、母は韓国に戻っていいよって言ったんですけども、初日学校最初に帰ってすぐ電話しました。ママ、もう私一人でいられない、帰らないでって言いました。で、金曜日週末に家に戻るときはすごく幸せなんですが、日曜日の夜学校に戻るときに本当にもう世の中が終わりみたいな感じで、もう真っ暗闇の中になって、母が家に戻る姿を見ながら、もうティッシュ箱が一つ全部空になるほど泣いてしまいました。毎週そういう状況になりました。で、結局1年ぐらい経って校長先生がずっと両親を説得したんですね。こういう子いっぱいいるけど時間が経てば結局適応するから大丈夫だと言ったんですけど、私は結局適応できず、後では体にそういう辛いのが溜まってしまったんですね。で、結局母がパーセル学校という他の音楽学校に転校しようと言ってくれました。私はそれが本当に大喜びをしました。その声を、そのニュースを聞いて、で、このパーセル学校で私の人生の最も大きな影響を及ぼしたお三方、3人の先生に会いました。はい、こちらありますね、あの写真、アンドリアオブスキー先生です。私の音楽生活において最も大きな影響を及ぼしたバイオリンの先生、真ん中はローズマリー先生、パーセル大学学校の設立者です。で、一番右は世界的なイギリス最高の弦楽ディーラー、弦楽器ディーラーのチャールズ・ビアです。この3人は私にとって本当に天使のような方です。アンドリアフスキ先生はさっき申し上げたメニュー員がロシアから招待したすごいバイオリンの先生でした。私がこのアンドリアブスキー先生から教わるようになってびっくりしたのが、最初のレッスンの時に先生は先生の姿に驚きました。まるで白雪姫と七人の小人みたいに、すごく背が低くってひげもこういうふうにピンと立ってて、あと先生が普通レッスン始める時に基本基礎から始めるんですね。曲は最後にやるんです。で、私にまず何で始めたいって聞いてくださいました。で、私はスケール基礎からやりますって言ったら、いや、そうじゃないよ、何で始めたいの、あなたの希望は何って言って、その時に曲から始めたいですって言ったんですね。それもすごく良かったです。で、その曲を演奏をし始めてから、先生がコーヒーは多いけれども、ダイヤモンドは多いけれどもジェニュエンダイヤモンドは多くない、あなたは本当に磨かれたダイヤモンドだ、次のレッスンの時にはあなたが弾きたい曲リストアップしてきなさいって言ってくれました。で、本当に大喜びでした。私が考えて最も好きな、難しい、難易度とは関係なく自分が好きな曲をリストアップしてきました。その時から最初の出会いから私はアンドリアブスキー先生がすごく好きで、で、日増しに本当に感謝したのが、先生のレッスンは本当に平凡じゃありませんでした。ストーリーテリングの重要性を教えてくださいました。曲ごとに全部ストーリーがあるように私をリードしてくれました。また感情と音色が一致できるように、時にはすごく誇張した曲をデモンストレーションで聞かせてくださったんですね。で、そういうのが私にすごく幼い気持ちでもそれがすぐ分かりました。レッスンをしながらダンスも踊ったり演技も芝居もしたり、時には雨の音を連想させるようなこともしたんですね。で、その時ちょうどまた雨が降ってたんです。で、先生の傘にその雨が雫があったんですね。で、傘をコロコロってさせたら雫の音が聞こえたんです。で、楽器を弾いてみたら実際そういう声を再現できるようになりました。で、レッスンの時ごとに行くたびに新しいインスピレーションを受けることができました。それが私の演奏に、私の音楽に
本当に最も大きな影響を及ぼした先生、アンドレブスキー先生です。でパーセル学校を通いながら、その時期が私に本当に2番目の重要なその出会いがありました。ローズマリー先生です。私が小さい時に好きだった本が赤毛のアンです。でそこで出てくる単語、キンドレッドスピリットという単語があるんですが、これが気の合う人、魂が通じ合う人という意味だそうです。で本当に魂が通じ合う人なんですけども、私も赤毛のアンのように、赤毛のアンがダイアナ親友にあったように、魂の通じ合うともに本当に会いたいなと思ってました。でも私の願いは、私の期待は、私の同い年ぐらいの子でいないかなと思ってたんですけど、私よりもはるかに遠い人の方のキンドレッドスピリットに会いました。その方の一人がローズマリー・ラバポート先生です。ローズマリーに会ったきっかけは、実は私大変だった時です。イギリスでは普通外国人学生は満12歳だけ両親にビザが出るようになるんですね。でその時にちょうど私の母の学位が終わりました。で母はもう滞在理由がないので帰らなきゃいけないんですけど、私は寄宿舎生活が本当に嫌で、もう私も母の後をついて韓国に行きたい、母と一緒に韓国に帰りたいって言ってました。でそういう理由で、またちょうど韓国が通貨危機で厳しい状況で、経済的にも厳しくって、韓国に帰らなきゃいけない状況になりました。でも学校の校長先生がそれをすごく残念に思って、スポンサーの音楽会をスポンサー音楽会に、そのローズマリー学校の設立者の先生を、そして地域の国会議員の方々を招待して、私の事情を説明されたんですね。その音楽会の時にサラサテのツゴイネルワイゼンを演奏したんですけど、公演終わった後、あるお年召した女性の方が私の方に来て、すごく親切に話をしながら、伝説的なバイオリニストヨセプ・ハシドを連想させる演奏だったと言ってくださったんです。で個人的にスポンサーしたいと、スポンスをしたいとおっしゃってくださいました。でその方がローズマリーでした。最初にローズマリーさんに会った時にも、すごく優しく美しい方で、本当にローズマリーという名前のような方でした。でその方の家に両親と一緒に感謝の挨拶をしに行きました。で70歳の年齢を超えた友情がその時から始まりました。ローズマリー先生といらっしゃる時には、時間が経つのもわからないほど対応しました。私の年代の友達と話できないことも存分に話しました。一緒にピクニックにも行って、本当に私が大好きなエルダーフラワーコーディアルの飲み物も準備してくださいました。すごい幸せな日々を過ごし、大切な思い出を一緒に作りました。でバイオリンのショパンコンクールと言われるビエニャフスキコンクールに出るようになりました。コンクールの6ヶ月ぐらい前、まだ私当時14歳だったんですけども、アンドレプスキー先生と勉強して実力も伸びたので、他の先生の影響も受けたらどうかなという周りの方のアドバイスがあって、ロイヤルアカデミーミュージック、つまりロンドン王立音楽院ですね、当時注目を受けていた新しい先生にコンサルテーションを受けました。でその時に最終オーディションを総長としたんですけど、そのオーディションの結果、4年全額奨学金の条件で大学の早期入学のオファーをいただきました。私はそれをすごい光栄に思ってローズマリーさんに言ったんですけども、意外な反応がありました。ローズマリー先生は、私が普通に18歳まで学校を終えて、アンドルスキー先生がこれまで私の個性を生かして指導してくださったので、アンドルスキー先生とずっとやったらどうかと言ってくださいました。で私は少し悩んでたんですが、急にローズマリー先生がガーデニングの途中でお亡くなりになったという知らせを聞きました。ものすごくショックを受けました。すぐ病院に駆けつけて、ローズマリー先生見たらすごく
安らかなお顔で眠ってらっしゃったのを見て、ずっと私は泣きじゃくりました。でその時に、その日のお亡くなりになったお昼の時に、ローズマリー先生はこうおっしゃったそうなんですね。主人は18歳まで普通に学校に通ってほしい、アンドレブスキー先生に教わった方がいいということをランチの時におっしゃったそうです。で私はそれを遺言だと思って、そういうふうに守るようにしました。でコンクールが、その時ちょうどビエナプスキーコンクールが始まる日に、お葬式の日になったんですね。で E メールを送ってくださったけども、もし初日ローズマリー先生のお葬式の時に私がコンクールの出演をする日だったら、私は出演できない、コンクールに出れないって言ったんですけども、当時私は最年少の出場者だったので、もうマスコミにもインタビュー出たんですね。でこの子は絶対出場させなきゃということで、結局最終日に私が出場してファイナルまで行ったんですね。到底ファイナルまで行けると思わなかったんですけども、先生のお葬式と重なって数日時間があったので、一夜漬けで練習できました。それもローズマリー先生のプレゼントだと思います。でその時韓国人初めて入賞した、本当に。で歴代最年少2位というふうに受賞して、私の力としては到底手に入れられない結果を得ました。ビエナプスキーコンクールは私の人生において奇跡のようなものです。1時2時をパスしながらずっと不安になりました。で3時は全く準備できなかった曲もたくさんありました。でホールの練習といって、ピアノと一緒に伴奏に乗ってバイオリンを弾いたことないんですね。で本当に難しい、シベリウス協奏曲2楽章3楽章があったんですけど、私の名前が呼ばれた時に私は泣きながら棄権したいと母に言いました。でも母は、いや私もうできない、全ヨーロッパにこれが全部テレビに出る、テレビ放送が流れるんですね。これは国際的に恥ずかしい目を受けるから、幼い頃にも怖いから嫌だって言ったんですね。そしたら母が、これは神様がくださった機会だよ、お祈りをしてから神様が心に安らかさをくれたらやってみたらというふうに言ってくださって、本当に一生懸命涙を流しながらずっとお祈りをしました。練習をしながら、私が特別に難しいところがあったんですけども、この部分ができれば神様が出なさいというふうに言ってくださったことで、私は怖いけれどもチャレンジしてみますって言ったんですね。でも3日目それがスムーズにできました。本当に感謝しながら、じゃあコンクールに出ますって言いました。で舞台扉が開いた瞬間、照明がものすごい明るかったんですね。でもその明るい照明が見えて、ホールいっぱいの人、観客を見て、その瞬間すごい、もう何も考えなくなりました。私にできることは何もない、神様が私を責任を取ってくださるから神様に委ねようと思って舞台に行ったんですけど、その後自分がどういうふうに演奏したのか覚えてません。でも最後の音色を出した時にものすごい拍手喝采の音がして、びっくりして夢から覚めたような、そういう感じがしました。本当に感謝して、最後の曲は私が小さい頃から大好きでやった曲で、楽しく弾いたんですけども、本当に神様が私に大きな奇跡を経験させてくださいました。その舞台が可能だったのは、先ほど申し上げたローズマリー先生のおかげです。またアンドレブスキーとすごく重要な私の成長時期を一緒に過ごすことができて、今もすごく感謝しています。で最後にチャールズ・ビアーとの出会いについて説明したいと思います。ローズマリーさんの紹介でそのチャールズ・ビアーさんに会ったんですけれども、最近メールでやり取りをしていましたが、そのローズマリーさんが私のことを初めて紹介するときに、世界を驚かせる子だと言ったそうなんですが、本当に、まあ、現実になっていると、本当に幸せだと言ってくれました。でこの3方が私の音楽世界を健全、そして特別に成長してくれた神様が送ってくださった天使だと思っています。でビエニアフスキーコンクールが終わった後、ジョン・ギョンア先生の指導を受けることになって、でジョン・ギョンア先生の紹介でジョン・ミョンフン先生ですね、その先生のオーディションを受けることになって、
て、本当に天から与えられた才能という絶賛を受けました。でチョン先生とは6回の共演をすることもできました。で私の人生で本当に暗闇のような時期があったんですけれども、顎の関節の手術を受けました。私が赤ちゃんの時に頭を打った事故があったんですが、これが職業病になってどんどん苦しくなって、日常生活すらできなくなってしまいました。治療期間は最初は手術をしなければならない状態だったので、治療期間は1年半ぐらいかかるということでした。でも、最初の手術に失敗しました。いわゆる VIP シンドロームといって、うまくやろうとしてそれダメになってしまうとシンドロームですね。でその手術自体が本当に大変だったので、再手術は想像もしたくありませんでした。しかし私も密かに思っていました。その再手術を受けなければならないと。で私も神様に、自分も知らないうちにその手術を受けなければならないのであれば、神様私手術受けますと祈りました。そういう自分が嫌いになるほどでした。しかし神様が私にその声を聞かせてくださったので、そういう祈りができたと思います。ではここで一曲演奏したいと思います。鹿のようにという曲です。神様はなんで私にこういう出来事を許したのかと思いました。最初は
最初にこの病気に気づいた時には私は、本当に地道に走ってきたのでリフラッシュの時間になるだろうと思ったんですが、治療期間がどんどん伸びてしまって結局6年という空白期がありました。でそれ6年という時間はソロイストに、とっては本当に致命的な経験になります。でもしかしその当時はわからないが、後で振り返るとこれ本当に感謝しかない出来事になるという信仰を私に与えてくださいました。また奇跡のような出来事があったんですけれども、このストラディバリウスという楽器、先ほどのチャールズ・ビアさんがこのオーナーを紹介してくれて、そのストラディバリウスを保有できるようになりました。まあ、こういった楽器は活発に活動している演奏者にそれを貸してあげたりするんですけれども、私はもう6年間全部演奏もできずにオールストップ状態だったんですね。しかしそのオーナーさんが私にそのストラディバリウスを、ストラディバリウスを持てるようにしてくれました。それは神様の働きじゃないと説明できない出来事です。でこれは私を支えてくれる基盤となりました。いろんな理由で神様が神様の時間に神様の方法で私を舞台にまた立たせてくださるという確信が持てるようになりました。テサロニケ人への手紙5章16節から18節いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあってで神があなた方に望んでおられることですという御言葉を私に与えてくださいました。の時間を通して些細な感謝を取り戻すきっかけになりました。手術をして私の組織が全部膨らんでしまって、食事もまともにできず、全身麻酔をしたのであまりにもめまいがして歩くことすらできませんでした。手術の前、病気の前までは私の意思で歩く、食べるというのはあまりにも当然なことだったんですが、その一つ一つは実は当然なことではなくて感謝しかない、感謝するしかないことだったんだと気づきました。もう一つ、もう100個、1000個まで、感謝すべきことはたくさんあるのに、私はこれまでそれを当然だと思っていたんだと気づきました。神様は私に感謝を取り戻してくださいました。で、その音楽が私の心臓を動かしてくれることだということも気づきました。音楽への切実な思いも取り戻す時間となりました。で今振り返ってみたら本当に苦しい時間ではあったんですが、神様がその時間を通して私に数多くのことを取り戻してくださり回復してくださったと思いました。で私の演奏、その病気の前と後の演奏を比べたら、前も良かったが、その回復してからの演奏はより良くなったと評価してくれました。神様は本当に私が理解できないことをなさったんですが、すべて善なることをなさってくださる方だと思いました。本当に感謝します。2019年9月に牧師先生のお子さん2人の音大生が運営する YouTube チャンネルに出演する機会がありました。でその YouTube を通じて再起をして数多くの方々に愛されることになって本当に感謝しています。バイオリニストとして照明感を確信したきっかけはたくさんあったんですが、その中でも一つ紹介しますと、伝説的なバイオリニストイブリー・ギトリスとの出会いでした。イブリ・ギトリスと初めて会ったのは7歳の時、そしてその後少し時間が経ってから会ったんですけれども、私本当に深刻なスランプに陥っていました。なのでそのギトリスさんに会ってアドバイスを受けて、そのスランプを乗り越えることができるのではないかと期待しながら演奏をしたんですね。私が一番好きなソナタを演奏したんですが、
その演奏が終わってからそのギトリスさんずっとうつむいていました。なので私何か間違ったのかな、なんか失敗したのかなと思っていたんですが、その顔を上げたギトリスさんを見たら涙を流していました。ギトリスさんは最近人生への希望を全部失ってしまって自分の人生を自ら終わらせようと思っていたが、スジの音楽を聴いてもこれから人生への希望を取り戻した。でスジンはこれをずっと続けてほしいと言ってくれました。このギトリスさん信仰がない方ですね。しかしその彼があなたは神様のメッセンジャーになってこの世の中を救わなければならないと強く訴えました。ホールにいるみんなが驚くぐらい強く訴えましたね。それで私はそのギトリスさんを通して神様が私に言ってくださっていると感じました。なので恵みを受けて感動を受けてそのスランプを乗り越えることができました。神様の方法でしたね。まさにに感謝しかない思い出です。恵みの瞬間について皆さんに語ろうとしたら徹夜もできると思うんですが、時間が結構経っているので牧師先生もサインを送っているのでなるべく短くしたいと思います。で私にこのような才能を与えてくださった神様に本当に感謝します。その才能を英語ではいろんな単語がありますが、タレントという単語もありますが、やはりギフトという言葉もありますね。でギフト、その言葉通り私にとってギフトになりました。そのギフトを与えてくださった神様に感謝します。音楽自体が神様が人間に与えてくださった最も尊いギフトだと思います。そのギフトを与えてくださったのは神様なので、受け取った私ではなくて与えてくださった神様のみその礼拝と賛美を受け取るべきだと思います。そして本日私が皆様の前に語ったこのメッセージも私の人生ではなくて私のような些細な人間に与えてくださった神様の愛を分かち合っただけです。で神様がこのような取るに足りない私に大きな恵みを与えてくださることを望みます。私は依然として取るに足りない人間ですが、神様が本当に一人子をお与えになるほどお与えになったほど愛されたこの世を癒してその慰めと平安を与えたいと思っています。これからも取り組んでいきたいと思います。でそれを伝える神様のメッセンジャーとして通り下になりたいと思います。皆様にもぜひ祈っていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。本当はこれが最後の曲だったんですが、もう一曲もっと皆様にお送りしてよろしいでしょうか。短い曲で終えたいと思います。シューベルトの音楽に寄せてという曲です。これが私の今の少し前の神様の恵みが私の人生の賛美だとすれば、私の告白の込めた賛美だとすれば、シューベルトの音楽に寄せては私の人生のクラシックです。この曲がもともと歌曲なんですが、その歌詞が私の人生のストーリーにぴったり合っています。シューベルトの友達の歌詞が込められているんですね。そこにもともと音楽ではなく芸術でした。芸術に寄せてなんですが、音楽の灰色だった時に音楽がより良い人生を作ったということで、音楽に感謝を表する曲です。今日は音楽に寄せて、音楽をくださった神様に感謝する気持ちで皆様にお送りしたいと思います。